めっちゃ重い。あーもうダメだー。きたねー。マドケカスベー韓国人生活スクープ誰やえ、今回はね、あの前回が最軽量加速、はいはいはい、ということで今回はその真逆、はい、最高速、最重量ですわ。ご覧の通り、今選んでますわ。選んでください、選んでください。めちゃめちゃ選んでますわ。重たい、マシンは3種類あるんかな。でスリック系が重いみたいね。こういう感じね。スピードが速いみたいね。スピードやっば、スピードやっばやばいで、これもぴょんやぴょん。はい、完成終わりました。はい、まあ、キャラで言うと骨クッパ、コシがいつも使ってる骨クッパと、うん、あとモートン、うん、クッパ普通のね、うん、でワリオ、ここら辺がまあ一番重い、重いっつうか速い、うんうん、まあ早いんやけど、ちょっと何重さか、うん、重さが骨クッパとワリオの方がちょっとだけ低いと、軽いと、うん、いうことで今回はモートンとクッパ、うん、ほんまに一番重いキャラやね。もう重いで、ちょっとな、あの多分前回ってそのローラータイヤ使ってたやん。そうやな、俺らって普段ずっとローラー系やん。そうやな、やっぱちゃうんかな。いや全然違うと思うよ。やばいな、うん。200cc! やばい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 ぞ。で、レートは6300、13000、13000おるね。13000はほんまやばいで。うん、いや俺バイクじゃない、普通のカート久々やわ。ほんま？うん、だってさっきも空豆バイクやったからね。空豆バイクか、空豆バイク早いで。やったな、まだ重たっ。めっちゃ重い。まっすぐ走るだけでも重さを感じる。重さを感じる、やばい。これはすごいな、重さを感じれるっていう声作ったな、これ今日作ったわ、これ。え、あんなとこから飛んで俺壁行けんやん。ちょっと、でもコインなんて取れたもんじゃないやけどやばいやばい、これアイテム頼るしかない。これ誰がこんな組み合わせで走ろうと思うのかね痛い痛い。全然なんなん、俺もう曲がれへんわ。気ぃついたら壁落とし。それな、沈むの早っ。飛んだ後沈むのめっちゃ早い。いった、ちょっと待って、これやばいね。これゲームならへんてもうコインは捨ててこ、コインは多分いらんと思う俺。おお、迎えてる。もう最重量級やから多分みんながどんなにコインを集めようと行ける気がする。やばやばい、これなんかずっとスタートしてる。あいた、あらあら、コインは取ってかんとこ言ったけど俺10枚あるわ。なんでやろ、じゃあ俺7枚あるわ。あるんかい。あかん、もうコーナーが全然。もうそろそろ行くか。トゲゾウ添えておいたわ。曲がらへんねん、ほんまに。ほんま曲がらへんな。スターで小回りが効かへんのよ。最近2周目ほとんどスターで行けたからよかったけど。まあそれな、スタッフです。あ、ブリ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 。コースが悪い、コースが悪い、コースが悪いな。これはきついね、曲がれへんし。やばいよ、はい、なんとか、なんとか頑張って8やで。すごいやん。いや、無理やね、これは無理やん。これはやばいぞ。やっぱり手っていくわ。これはやばいの、引いてしまった。なんか あうやん、全然ちゃうロード。ネイチャーロード、ネイチャーロードやん。そんなもんありましたっけいや、ネイチャーロードもマシかな。マシ、まだマシちゃうか。いやこれちょっと、あの、良い子は真似しないように。もう絶対やがんほうがいいわ絶対やがんほうがいい、これこれ相当腕にご自信のある方のみですわ。そうやな、おすすめできませんわ、これやっぱ重ければ重いほど上級者向けっていう。うせやな、何をどう、何かを削らんと勝てへん気がする、まあ、コーナーがとにかく死んでるから小回り効かへん。もうおじさんなんだ、こんなんたくさんで。あっかんあかん、こんなん、ほんまに。まあ、ただ当たりには強い。当たりバンバン強いな。当たりには強い。負ける気せえへん。負ける気せえへん当たってこいよこれ言うて。おかしいゲームか、そういう感じか。そういうゲームじゃないよ、F0 的な。いや、きついな、これ、なんかもう。あ、でもさっきより全然走りやすいじゃん。そうやな、安定は
まあ、昨日ピオハイウェイの200はちょっとあれはやばかったな。200やったよな、さらに。うん、ちょ待ってーな、バーバーバー、ね、バナナ食ったかちゃうわ、青コーラやなんでバーやバーうちゃさん、うちゃさん、うちゃさんのキノコちょだい。うちゃうっちゃちゃちゃ、見えへん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 、目がやめてバルス、バルス食らった俺あいた、あーもうダメだあーこの回はもうダメだ俺のバルスだった、お前お前のバルスだよおー、来た、ショートカーいやー、これきついよ。あかんかん、曲がらへん、曲がらへん、おお。いや、ほんと、これダメージ受けるの、マジつらいつらいな、うん、立ち上がりがほんまに遅いから、うん、追いつぶきせえへんわ、これキノコで、うわ、スーパーエイトとか俺、ウルトラ、え、なんやったっけ、これミラクルエイトやったっけ、ハミエイトやったっけ、これなんちゃらエイトや、なんちゃらエイト、俺これ嫌いやねんけど、いや、それほんまやんわ、ほんま、もう タイミングが分からへん、うん、分からへん、あ、一応あれじゃない、前に出てきた時に、うん、あの、押したやつがあるやつ、そうでも、この間な、あれ連打してんか、うん、あの、あ、え、はクッカーが先言えへんみたいな3週目やと思ってなかったクーなんやねん、え結局クーなんやねんミラクルエイト、ミラクルエイト、ミラクルエイトかなんか忘れて、なんちゃらエイト出た時にもうあれいらんっつって結構バババって使わる人が多かって、でその真似しよう思ったら、うん、スター使った瞬間にマグナムキラーがペンって出てあ、これマグナムキラーも入ってんねや、この中にと思って、あーなるほどね、うん、あれ順位で多分アイテムちゃうね、あ、違うの、うん、さっきマグナムキラー入ってなかったもん、あ、ほんまに、うん、何雷とか入ってる時あるやろ、あ、あるある、なかったもん今、あーなんかランダムなんかな、そうやね、エキサイト、エキサイトバイクとか強いんちゃう、あ、ね、当たらんや、もう牛おるやん、牛おるのきついで、牛やったたびに遅なるで、やばいなこれは、勝てるのか、さっき俺5位やった、頑張ったで、まあ健闘してるね、うん、でも完全に加速しようの時より勝ちにいけてなくない、だいぶきついね、だいぶきついよな、いやでもここでちょっとバスと上位決めて最重量級もいけんやでーっていうとちびっこたちに教えてあげよう、ちびっこ見てへんかこの動画、見てへんな、うん、でもほんま当たり強いやつ当たりに来たよな、うげえ当たり、当たり壁に当たりに行ったね、あかんな壁の方が強いよ、いったちょっともうあかんて、あかんて、もう一回俺食らったらほんま遅いから、ほんま遅いからやめて俺ももうこのままノーダメージできたんやけども、あー危ない危ない危ない、バナナやめよ、うわー骨くんぱが後ろから見てるよ、あー怖い何や言うて、普段からみんな思うよ、サポンもなぁ、あマシンだな、せやなぁ、あかん、もうきついわこれあ、もうあかん、俺悪いやつみたいだなぁ、めちゃみんな別に当たるつもりはないよ、悪気はないよ操作が言うこと聞かへんねん、あかん、トゲトン来てる、いやー、悔しいな、うわー当たってくれー、あ、はい、でも乗れんかった、うわー、このアゴロだな、あ、これドリフトむずいな、ドリフトむずい、ほんまにむずい、あっ、縛り具合がわからん、やめ、やめ、やめろや、やめろや、あっかんねー、うわ、こんな落ちんの、スピード落ちますな、3位やったんやけど、外側は膨らんでこかい、膨らんでいくか、あーあーあー、やられるな、やられたな、オッケーオッケーオッケー、あきゃんあきゃんやっぱやばいねんけど、これ落ち方おかしないこれ、落ちるね、これほんま一回止まったら終わりやね、終わりやね、しばらく3位やってんけどな、これはあれやわ、タイムアタックで使ってください、そうですね、そういうことですね。
危ない危ない。おー、マリオサーキット。ここいけんちゃう？オッケー。150cc。ラスト。ラストレース、サラサラさ、行ってみましょう。一番低いレートが3150に、あんま俺と変わらんね。やっべえ。よっしゃあ。やってくれ。顔でっか。顔でっか。いいとこないわ。肉弾性になってるからどんどん中入ってくるかな。クリップ。いったこいつ当たってきやがる。頑張った頑張った、俺頑張った。でも最初はいい感じやねん。最初はな、最後のあのアイテムラッシュでも、ほんまそやな、最後のアイテムラッシュさえ切り抜けられたら勝機はあると。おう、あ、疲れちゃった。あかん、もうな、思ってる方向に行かへんわ。あ、それな、あかん。いったー。俺何を思ったか、パックンとキノコ同時に使えると今思ってしまった。いや、わかるわかる、あの、俺もそれやってん。うん、なっちゃうよな、うん、いっちゃいな、だから今これよっしゃー、飛んでる動画いい仕事した。届くかこれ、届くか、届くか、見て見て、今、俺の勇姿、今しか見えへん。 おそのままゴール死んだかんやね。今しか見えへん、今しか見えへん。あんたそのままゴールやで、長男。しっかり取っていこう、一回ぐらいは。いやでもガードがないもんないわ。あかんやん、ボム兵かよ。いやでもこれはこのスピードを生かして逃げ切るっていうわけやな。うん、そやね、逃げ切っていこうね。これ離せるっていうのはこの、このスピードを持っての、うん、そやな、そやわ、多分そやわ、そういうことやな。来た、見せ場やで、欲しい。危ない危ない危ない、こうやないよね。いいのか、近く。ちょ待って、今押したし、押したし、アイテムボタン押したし、押したし。ついていってみてんねんけど。え、この速さに。マジか、ガキ。そんなもんなんちゃう、もしかして。その程度な、最高速なんてそんなもんなんちゃうか。いや、でも俺1位ちゃうか。マジか、うん、来たねー。やりました。やっぱ逃げ切れるわ。あ、そう。すごい。トップに躍り出たら強い。強い強い。そういうことやな。そういうことやわ。でもこんなもんは使ったらあかんわ、やっぱり。こんなもん使った。やっぱでもシンプルなコースに強いね。シンプルなコースは強い。うん。でもこんなもんは使ったらあかん。使ったら。使うもんじゃない。はい。というわけで、今回、最重量、最高速仕様でやったわけですが、うんうん、多分加速の方がええと。まあそうやね、どっちか言うたらもう加速、もう操作性が大事やと一番。そういうことやわ。ストレスがすごいね。ストレスがすごい。で、次回なんですけれども、はい、次回何やら、まあ国内戦か、いやオンライン編か。いや、なんやこれ、なんやこれ。え、よくわからんけど。どういうことや。ちょっと記念すべき1回になるということで、おまた面白いの用意してます。おう、ということで今回もご視聴ありがとうございました。